お帰りなさい、先輩。何かあったんですか？別に、何でもね。そうだ、さっき部長が呼んでました。これは。明日のリレーはそのメンバーで行く。お前はフリーの100だけにしよう。ちょっと待てよ、なんで。ベストメンバーで試合に挑む。チームとしては当然の戦。そんな。次、凛ちゃんだよ。ああ。お兄ちゃん、頑張れ。スタート出遅れた。ハル先輩、待ってください。コンディションさえ整っていれば今日だって。うっせー。次からもう試合に出られなくて。関係ねえ。もうどうなったって構わねえ。所詮俺はこの程度なんだよ。もういい。やめだ。水泳なんてやめてやるよ。無様に負けた俺を笑いに来たか。リレーもメンバーから外された。笑えよ。遠慮はいらねえ。笑えっつってんだろ。結局俺はこの程度の人間だ。ちつけ、リン。うっせえ。てめえに何が分かる。俺は。黙れ。俺も分かったんだ。何のために泳ぐのか、誰のために泳ぐのか。黙れっつってんだろ。俺は絶対に勝ったのさ。なんでわざわざ俺にそんなこと言いに来る。